それはランドセル選んだよ。音楽止まっちゃったよ。エンジョイランド。アキザ、ショウイチだ。来た来た。え、ちょっと待って、ちょっと、え、モラちゃんがいた。そう、いやー、皆さんおはようございます。ちょっと遅くなりましたが、新入生の皆様、入学おめでとうございます。そして、流掃除始まっちゃった。そして新社会人の皆様、ようこそ社会へ。一応サヤトでございます。さあ、ただいま、2019年、4月7日日曜日、まあここにありますね、9時30分を回ったところでございますね。先ほど仮面ライダージオー29話ね、放送だったんですけどもね。ね、本当の仮面ライダーブレード最終回じゃないでしょうか。はい、五郎さんありがとうね。あー、その前に、はい、オロナミンセイ。あー、元気ハツハツですよ。ちょっとこれで一回落ち着かせてくれ。そしてジオトリニティが、初登場しましたが、今後ね、高尾劇場がまた復活するんではないでしょうか。そして、今見ていただいたと思いますが、次回アギト編でございます。そして出ましたね、ついに出てしまいました、カシュートシキさん。いや、ついに出ましたよ。テイビ君とのね、雑誌でね、もうアギトが出るっていうのをね、もうちょっと知ってたんですけども、まさかっていうね、ちょっと自分の中の予想があったんですけども、やっぱりということでね。そしてさらに、マナちゃんと、G3 ユニットのメンバー、オムロくんが、出演ということで。そしてさらにね、G3 も出て、そしてアナザーギと、やってくれるね。また驚いちゃって、俺。今までもそうだったんですけども、レジェンドライダーの皆さんがね、出るとね、もう、はぁ!もう本当に朝からね、驚くんですけども。いやー、来ましたね。ついにここまで来ましたね。またしばらくね、このレジェンド界が、増えるんではないでしょうか。皆さんもね、今回の放送見てね、また、驚いたんではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ゴロさん、びっくりしたね。